さやか、何か怒られるようなこと言ったかしら。ごめんね神岡君、この子いつもこうなの。そう、お姉ちゃんは謝りすぎ。さやかの問題なのに、なんでお姉ちゃんが謝るのかしら。もう少しは静かにしてられないの。神経質なんだから、お姉ちゃんは。まあ小心者のお姉ちゃんを理解していない神岡さんもちょっとだけ悪いかな。はい、なんでしょう。あなたじゃないの。あ、うん、神岡くん、やっぱり私が悪いんだわ。はいはいはい、もうジャッジは下ってるのだよ君たち。この件は解決したの。あとは、はい、握手握手。はい、OK。そんでもって、軽くキスでもしときましょうか。弓倉さんって呼ばれるのはなんだか公平じゃないわ。ずっとこうだったんだから。二人とも名前で呼んでくれないかな。こら、敬語を使いなさい。それに神岡くん困ってるじゃない。ごめんね、無視しちゃっていいからね。まあ、さやかの意見は無視ですって。さやかだって最も素敵な解決案を考えた上での発言だったのに。じゃあねお姉ちゃん、明日の放課後は中等部までよろしくね。じゃ、神岡さんもまたね。ごめんね神岡くん。あのね、明日の放課後さやかの三者面談があるの。あの子いい子なんだけど、ずっとあんな感じだからちょっと不安なの。仕事の関係でずっと家にいないだけで。でも決して無責任とかそういうわけじゃなくて、ちゃんとホームヘルパーさんが週2回来てくれて、その、集会って何をやるんですか。例の意識不明の件について理事長からの説明があるようだ。説明ってどんな説明なんですか。せっかちだな。それを理事長が話すんだろ東百合君。
先生、質問よろしいでしょうか。はい、麻生君、なんだい。説明のために集会を行うほど特殊なケースなんですか。そういうことだろう。私も詳しくは知らないんだ。3人が意識不明で倒れて、その後1日置いて全校集会よ。それだけのために中等部まで呼んで全校集会を開くと思う？本当に病気の類なのかしら。しっ、声が大きいわよ。そう思ってたわよ。でも全校集会でしょ。あ、そろそろ理事長のお話が始まるみたいね。Thank you.
取っていません。面白くない冗談です。自分で面白くないって分かっていて、なんて言うんですか。何もやっていません。私、神岡さんの考えていることが分かりません。スイッチを入れたらです。冗談ではありません。どうって言われても分かりませんが、大変だと思います。Thank you.